私の話はこんな感じだよ。スイスにもその手の階段ってあるんやね。面白かった。エリーさん、具合が悪そうだけど大丈夫ですか？ええ。大丈夫じゃないみたいにゃ。海さんも顔色が優れないみたいですが、大丈夫ですか？さっきよりはマシになりました。素直に怖いって言っていいのよ。あの程度の話で怖がるなんて、海先輩ってば意外と子供ですね。かすみちゃん、残念だけど全然説得力がないわ。そうそう、それに引き換え、リナリーなんて顔色一つ変えてないじゃん。リナちゃんボード、キリリ。はい先輩、リナ子はボード越しなんだから、顔色が変わらないのは当たり前じゃないですか。こう見えてボードの下は、きっと怖くて震えてるんですよ、きっと。階段も終わったし、修学旅行の定番って他にあるかな？トランプとか？いいね！やろうやろう！定番といえばババ抜きかな？あれ？ほのかちゃん、お風呂でのぼせたの、もう大丈夫なの？私たちに付き合わないで先に休んでてもいいよ。先に部屋に戻るわけには。え？ねえみんな、カリンさんどうしたんだにゃ？ババ抜きではなく七並べの方が良かったですか？そうじゃなくて、時計を見て、もう10時よ。いつの間に。楽しい時間は過ぎるのが早いですね。もっと遊びたいよ。階段だって途中からしか聞いてないし。今日はたっぷり遊んだでしょ。明日は朝からみっちり練習。そのためにもう休みましょう。そうですね、名残惜しいですが明日に備えて就寝しましょう。まだ2泊あるんだし、トランプは明日の楽しみにとっておこう。じゃあみんな、寝る準備をしましょう。はーい。はー、楽しかったー。先ほどまでは全然感じませんでしたが、部屋に戻ると昼間の疲れを思い出しますね。あったあった、海ちゃん、これ濡らすと冷たくなるタオル持って行ってあげて。ありがとうございます、歩む。まったく、ほのかったら自分で取りに来ればいいものを。ほのかちゃん元気そうだったけど、やっぱりお風呂でのぼせたのを引きずってるんだよ。でも行ってくれれば私が届けに行ったのに。歩む、あなたは優しいですね。ですがあまりほのかを甘やかさないでください。たまに調子に乗るところがあるので。海ちゃんはほのかちゃんのことなら何でもわかるんだね。まあそれだけ長い間一緒にいますから。さんと小鳥さんと海さんは幼なじみなんですよね。皆さんの小さい頃ってどんな子だったんですか？あ、それ愛さんも興味ある。ご期待通りの答えかは分かりませんが、ほのかも小鳥も小さい頃からずっとあのままです。なんか深い愛を感じる言葉だね。いいか悪いかはわからないんですけどね。
だけど本当に楽しい時間はあっという間に過ぎちゃうね。こんなに楽しいのなら毎月やりたいくらいです。シオッティに頼んで学園で合宿しちゃう。そういえば一度日学で遅くまで残っていたことがありましたね。あの時も楽しかったです。じゃあしおりこちゃんにお願いしてみよう。合宿でみんながすごいスキルアップできるってことが分かったら許可してくれるんじゃないかな。じゃあ明日から頑張らないと。ええ、そうですね。それに二次学の部長さんをびっくりさせるためにもですね。もちろんだよ。ええ、あの子を驚かせるための合宿なんですから無駄にはしません。パワーアップした愛さんたちを見て驚く姿が目に浮かぶよね。びっくりしてぎっくり腰になっちゃったら支えてあげないとなんて。何？今の悲鳴。小鳥？ただごとじゃないよ。すぐ行かなきゃ。